ラミロ・ホセフ・フネスモリは、アルゼンチン・メンドーサ出身のサッカー選手。アルゼンチン代表、アルナスル所属。ポジションは DF。双子のロヘリオ・フネスモリもサッカー選手で、現在は、リーガ MX の CF ・モンテレーでプレーしている。アルゼンチン西部のメンドーサで生まれた。父親の仕事の関係で2001年に、一家で渡米し、テキサス州アーリントンに引っ越し、 双子のロヘリオと共にワークマン中学アーリントン高校へ通いサッカーをしていた。高校在学時の2008年に FC ダラスのユースチームに入団。一家は2009年にアルゼンチンに帰国し、ロヘリオと共に CA リーベルプレートに入団した。2011年にリーベルプレートのトップチームデビュー。ロヘリオは2013年に SL ベンフィカに移籍したが、 ラミロは2015年までリーベルでプレーし、コパリベルタドーレス2015優勝に貢献した。2015年9月1日、プレミアリーグのエバートン FC と契約。9月12日のチェルシー FC 戦の後半33分に負傷したシェーマス・コールマンとの交代で、プレミアリーグ初出場。11月28日の AFC、ボーンマス戦で、プレミアリーグ初ゴールを決めた。 2018年6月21日、ビジャレアル CF に移籍することが発表された。2021年7月22日、アルナスルと2年契約を結んだ。2015年3月のエルサルバドル戦で代表戦に初出場した。2016年10月6日のワールドカップ予選、ペルー戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。